対法とは音楽理論の一つであり、複数の旋律をそれぞれの独立性を保ちつつ、互いによく調和して重ね合わせる技法である。対法と並び、西洋音楽の音楽理論の根幹をなすものとして、火星法がある。火星法が主に楽曲に使われている個々の和音の類別や和音をいかに強じ的に連結するかを問題にするのに対し、対法は主に、 いかに同時的に複数の旋律を重ねるかという観点から論じられる。もっとも、火星法においても和音を連結する際に、各成分の旋律の流れは論じられるし、対陽法においても旋律間の調和を問題とする以上、音の積み重ねとして生ずる和音を無視するわけではないので、これら二つの理論は単に観点の違いであって、全く相反するような性質のものではないと言える。 また、大法とは、競技には、複数の理論書を演言とする厳格対法の理論、並びに、その実習のことであり、作曲の理論、実習の一つである。複数の西部からなる音楽そのものの起源は、音楽そのものの起源と同様に不明であるが、今日まで伝わる、大法の技法、理論は、中世の教会音楽に橋を発している。9世紀頃、 モノフォニー音楽のグレゴリオ聖歌に対して4度あるいは5度で平行する別の旋律を付加するオルガヌムと呼ばれる商法が出現した。当初、オルガヌムにはリズム上の独立性はなく、一つの音符に対しては一つの音符が付加された。大砲という語の語源はラテン語のプンクトゥス・コントラ・パンクタムであり、ここに由来する。11世紀には、 平行進行のみでなく半進行や写真行も用いられる自由オルガヌムが用いられたが、リズム的には1音符対1音符のままであった。12世紀になって単声を補足音としてその上により細かい音符を付加するメリスマ的オルガヌムの技法が現れた。アルスアンティクアの時代には西部の数がそれまでの2世から3世あるいは4世以上へと拡大し、 オルガヌムもより複雑化した。アルスノーバの時代に至ると、それまでの定型的なリズムに変わって、より多様なリズムも用いられるようになった。また、オルガヌムのように既存の旋律に付加する形を取るのではなく、音楽全体を新たに作曲する傾向も生まれた。ルネサンス期になると、各西部の独立性は、さらに明確化した。ルネサンス末期に現れた、パレストリーナの様式は、 大移の模範とされる。また、ルネサンス末期には、旋律と旋律の積み重ねによってではなく、和音と和音との連結によって、音楽を作る火星の発想が現れ、以後はロック期にかけて、次第にこの発想が支配的となっていった。18世紀に入ると、境界戦法による音楽は、次第に廃れ、長長、短調による調整的な音楽が主流となり、 それに伴いたいい方にも、ますます火星的な発想が入り込むようになった。それまで、合唱、つまり、声楽と共に発展してきた、大良いが、この時代に至ると、気楽も発達し、それに伴って、気楽的対良いといわれる、新たな音楽語法が現れた。この時代に活躍した、J.S. バッハの作品は、それまでの大良い的音楽の集大成であると同時に、 火星的な音楽語法も用いたものであり、音楽史上一つの転換点であるとみなされる。古典派や、それに続くロマン派の時代では、各西部が独自性を保っているポリフォニー的な音楽ではなく、一つの旋律に火星的な伴奏が付随するホモフォニー的な音楽が支配的となった。また、興味の方向が超絶技巧などの名人芸や楽器の改良など、 速度や音色へと変化したこともあって、対法を駆使した楽曲は、火星的な楽曲に比べて劣勢であったが、作曲技法の修練としては、教育的価値を認められ存続していた。現代では、対法的発想は以前とは、全く異なった形で現れている。例えば十二音技法では、音列によって音組織が秩序付けられるので、音列を用いた旋律が重ねられたりすれば、 そこには、対法的な発想を認め得る。この場合、音選択が問題であり、結果として生じた音程は、偶発的な存在である。対法は、境界戦法の音楽から現在私たちが、日常的に耳にするような蝶々、短調の音楽、さらには、現代の無調整的な音楽においても、使われてきている。当然、その技法は時代によって変化している部分がある。 長調、短調の音楽における対法による音楽では、それまでの技法に火星的な要素が加わる。すなわち火星の機能の考え方が加わり、調整が強く意識される。西部間で旋律が模倣し合うような対法もあり、その究極の形が風ガである。風ガも火星や調整の緊張と士官の関係の中で進行する。現代の音楽における 対位法は、それまでの対位法が、共和音程を中心とした理論に基づくのに対して、不共和音程も、積極的に活用、重視している。現代の対位法の教科書は、その多くは原則として、フックスの教本の伝統的な形式に沿っているが、様々な特色があるものも多い。ありがとうございます。